12球団チーム本塁打数が1球団だけおかしい。セリーグ、パリーグ、関心がちか、普通にすげえやん。中日さん全くの別チームになってて草。広島とオリックスは誰が逆に言ったんだよ。広島は田中で折りはセリーニョ。ヤクルト村上が0本だし少ないな。阪神ダントツやん。サトテルと森下がまあまあ打ってるしね。細川今年ホームラン王を取ると予想。村上か岡本の調子次第だけど今のところは細川っぽい。広島は40本も打てそうにないんだよな。あの巨人が少ないのは意外だな。広島は聖夜と西川と丸がいれば1位になれるから平気平気。オリックスはまだ全然追いつけるだろうけど広島がマジで心配だね。やっぱパの方がホームラン少なそうだね。ハムはまだ主軸が機能してないしな。野村清美やマルティネスが打ち始めたら上に行けそうだけど。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。